ございます。すすきの YouTuber たまさまとぶーちゃんです。はい、本日は南陽西さん第32ケアビル地下1階ウエストグリアさんに来ました。イエーイ、楽しみですねではまず行ってみましょう。はい、ね、下を降りてくるんで芝生なんです ね、 ね、人工芝みたいな感じでね。やっぱり札幌、札幌な、こう北海道をちょっとイメージした感じで、そうですね、はい、癒される感じがしますね。あら素敵なシャンデリア、はい、さあ、では行きましょう。行きましょう、はい、こんにちは、いらっしゃいませ。本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、というわけで本日はですね、こちらトベスタグリエさんの方に来ています。イエーイ、イエーイ。結構前から顔見知りなんですけどね、はい、かなり前から。というか、ついにですね、逆に、うん、うちらはちょっと長い間お付き合いがあるので、ついにこのお店がオープンっていう状態です。お願いします。お願いします。お願いします。はい、なんか僕のね、なんか知り合いとかも結構知ってる人がいたりとか。あ、本当ですか。僕まだ2回しか来てないけど、2回とも激混みだったんでありがとうございます。またゆっくり、またゆっくりね、行きたいと思うんですけど、うん、はい、まずじゃあちょっと自己紹介の方を。はい、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ、タベスタグリルで、料理長やってます柴山と申します。よろしくお願いします。イエーイ。おいあ、どうも、タベスタグリルの店長でございます。ハイパーメディアクリエイターも兼任しております。よろしくお願いします。冗談です。お名前の方がいただいていいですか。はい、三方健太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、まあ、かなり綺麗ですよ ね、うん、すね、なんかあのパーティーチックなお店ですけど、うん、ですね、うん、そうですね、はい、あのどういうモチーフでこのお店作られたんですか。まあ小さいお子様ですとか、まあ、若い子ですね、まあ、幅広い層に楽しんでいただくということをまずコンセプトに考えまして、うんうん、今やっぱその SNS、うん、インスタですとか Facebook、Twitter ですね、うん、その辺とかに、うん、やっぱり力入れている若い子が多いので、そういう子たちがやっぱりその来て楽しんでいただければなということで、まあこういうハッシュタグですね、うんうんうん、結構いっぱい貼ってありますよね。これが人気ナンバーワンのタグ、ハッシュタグお店の、はい、タグスタグですね、はい、これを持ってなんかみんなで写真撮ったりですとか、うん、まあ、スタッフがね、はい、楽しくお客様に楽しい時間を過ごしてもらえるようにちょっとやるという、うん、はい、で一番あれはですね、まあ、その楽しんでいただくということで、そのちょっと面白いことですとか、うん、ちょっとふざけたことも本気でやるっていうのがうちの強みかもしれないですね、うん、そのちょっと笑い、人笑いのために本気で大人が考えるという、うん、そういうところがなんかこういうお店になったという感じがしますね、うん、やっぱスタッフなんですけど、やっぱいろんな、なんですか、髪色が派手だったりとか、ピアスしてますとか、付け爪とかしてるとかっていうような派手な子たちが最低ですね、いるんですけど、その子たちが一生懸命こう頑張ってる姿っていうのを見てもらいたい。個性派の、はい、まあ、あれですよね、まあ、入って、まあ、壁見たら分かるんですけど、学生のためのなんか学割みたいなやつとかも貼ってありますよね。そうですね、結構プランがですね、学生プランですとか、まあ今流行るのチーズタッカルビですね、うんうん、韓国の料理の、はい、それとかを組み込んだプランですね、うんうん、二次会プランですとか、うんうん、そういうのがあるので、うん、お得に楽しく食べていただきたいということで、結構安く食べれるみたいですかね。そうですね、僕一番最初に来た時に男2人で来て、結構頼んで僕がお腹いっぱいになるぐらいまで食べたんですけど、安かったです、めちゃめちゃ安かったです。正直そこら辺の居酒屋さんで頼んで、あ、まあお腹いっぱいになったなってぐらいの料金じゃないぐらい安、本当に安いです。だから結構盛り上がってる感じはしますね。そうですね、特に週末
ですね、週末とかはもう本当爆発ですね、もうずっと、もうずっと満員みたいな、ずっと満員です、もう週末ばっかり来るんで、僕ちょっと、席一席だったらありますけど、すみませんみたいな、申し訳ないです、本当にそれぐらい流行ってるお店なんで、本当に皆さんも来てほしいんですけど、料理的にどういうのをしてるお店なんですか。ですね、まあ、今名前があるのがそのムービージェニックとかって言って、要はインスタ映えするようなけど、やっぱそういうのをこうどん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 発信していけるような料理をどんどん作って出るっていうのが食べ下グレードのコンセプトにあるんですけど、とりあえずもこう流してみたりとか、あとこう出した時にポッとこう映えるとかっていうのをこういろいろ出していく店。ここの推し的に食材これを推してるよっていうのとかあります？そうですね、やっぱ今あのローストビーフもそうなんですけど、やっぱ地産地消ってことで、北海道産のものを使ったりとかですね、あとも野菜もそうなんですけど、とにかくやっぱ北海道、あの北海道キッチンって書いてあるんですけど、その通りにやっぱ北海道の食材を提供したいっていう気持ちで今やってます。メニューもなんか洋食と和食が混じってる感じ、両方、楽しめる感じですよね。なんか本当に食べ物自体も幅広くこう、ある感じ、で、2人がここのお店を作るっていう話になった時のちょこちょこ聞いてた話で、結構食材にこだわってんだろうなっていう内容をちょっと聞いてて、結構北海道飛び回って食べたり、北海道以外も飛び回してるね。行ったね。じゃがいも拾いにも行きましたね。それも多分全然行きましたね。漁師さんにも会いに行きましたね。すごいな。本当にここまでこだわってるお店なんだなっていう、結構その、インスタとかに載っける、見栄えをやっぱ第一に考えるところが多いと思うんですけど、やっぱりその日本人って目で見て、でそこから入るので、美味しいな、美味しそうだな、綺麗だな、でもその後に食べて味普通ってなってしまうと、さらにがっかりしてしまうと思うんですよ。だやっぱりその食材ですとか、もちろん作ってその食材を育ててる方ですとか、取ってる方にやっぱ失礼のないようにはしたいなと、やっぱその素材を我々で引き立てるようなことができればいいなと思ってやってるので、無駄にせず美味しくいただいてもらえればいいかなと思っております。そちらお店の方でね、皆さんも下で楽しんでいただいて、楽しんでいただきたいですね。はい、はい、はい、というわけで食べ下がりさん、まず1品目、ね、持ってきていただきましょう。まずはチーズタッカルビからいただきたいと思います。じゃあお願いします。お願いします。うわー、うまそう。こちらチーズタッカルビでございます。火をつけいたします。あ、はい、すいません、お願いします。グツグツいったらお召し上がりください。はい、ありがとうございます。ジュージュー聞こえてますね。いいですね。もう結構こうスタンバイされてるんで、もう来たらもうね、すぐ食べれそうな感じで。そうですね、はい、おー、すーごい、美味しいですよ。もう絶対外す気がしません、はい、じゃあ食べていきましょう。はい、はい、というわけで1品目1品目でございます。品目もうね、1品目で、ね、目の前でグツグツ言ってるじゃないですか。匂いがやばいんですよ。やばいね、このチーズ感やばいね、本当に。これ結構今流行りですから。そうですね、でここチーズもやっぱりちょっとこだわってるんで。そうですね、こだわったチーズをここでチーズダッカルビとして食べれるっていうのはやっぱりね、大きいですよ。大きいですね、はい、はい、実物が目の前にありますよ、本当に。ここね、2回目なんで、これ、ね、ああ、いいね、めっちゃ美味しいんで、これね。さあ、じゃあ食べていきましょうか、はい、じゃあ、どうぞどうぞどうぞ。ここからじゃあ、いきます、はい。あこうチーズのあれがね、わあ、やばい、わあ、絡ませながらこう、ああ、もうやばい、やばいやばい、やばい。これチーズね、こう2種類かなこれ、そうですね、色が違うんで、ね、多分2種類入ってますよね、これね。ああ、いいですね、ああいいですね、ああいいですね。ああ、来たこれ、来たこれ、あもう、これ匂いでやられそうですね。あ、もうじゃあ絡めて絡めてね。お肉と野菜と一緒にチーズと、いただきます。うい、あ、匂いがやばい、あ、マジで匂いがやばい。うん、
どう、うん、どうどうどうなの、うんうん、おうまっあのリアルのうまいって、うん、うまっ、うまっしか言えないです。うまね本当に、うん、チーズのほんのりとこうね、うんうん、鼻に抜ける感じ美味しいし、なんかこう野菜自体もなんかすごいまろやかな、うんうんうん、食べやすい感じですね。いいですか、僕ね。じゃあ、もう、耐えきれない。耐えきれないです、本当に。ちょっと、これ分かりづらいと思うけど、ちょっと汗かくぐらいもらえない。今ね、あの、ちょっと撮影でいろいろ、あ、熱いですよ、大丈夫ですよ。チーズが、チーズ、あら、動く。野菜が、出ない。はいはい、チーズと絡めて取りましたよ、ね、うん、本当に。じゃあいただきます、はい、熱そうだな、これ、うん、熱々のところでもこれいくのがいいよね。いいですか、いきますよ、うん、いただきまーす。ゆーい、ハーモニーがね、この3品のハーモニー野菜肉チーズのこのハーモニーが素晴らしい。うめぇ、うまくないはずがない、ね、本当にチーズがやべえ、伊藤さん素材やばい、やばいね。僕チーズですみたいな感じで口の中でもう主張してきてる、ね、本当にお肉、うん、でもチーズが強すぎない感じで、でもお肉もいい味出してるし、野菜もいい味出してるんだけど、うん、チーズですみたいな、うん、もうね、飲みたくない、僕もいますみたいな感じでこうチーズが言いますよ本当に、ね、本当ね、すごい。こうちょっとワイン系のカクテルとかと食べたい。あ、いいですね、うん、ワイン系とかのカクテル。可愛いか、僕、うん、オペレーターとかと一緒にちょっといい、ね、いい感じで食べたいですね。いい感じで行きたいね。さあ、ということで、うん、2品目行きたいと思います。本当に美味しいです。ブーちゃん推しのやつだね。本当に僕推しです、本当に、はい、はい、ということで2品目にレッツゴー。はい、というわけで2品目ゴロッとザンギ、もう名前がね、すごい感じですけど、結構ゴロッと来る感じなんですかね。はい、行ってみたいと思います。さあ、どれだけ大きいのか。じゃあお願いします。はい、お願いします。おっと、でかいですよ失礼いたします。こちらゴロッとザンギになります。はい、ありがとうございます。失礼いたします、はい、結構大きめですよね。なんか粒が大きいザンギがゴロッときます。そうですね、はい、1人前だと結構多い感じになりますかね。はい、2人とかで食べれそうな感じです。はい、では食べていきましょう。はい、はい、来ましたよ。来ました、来ました、来ました。もう楽しみにしてたもんね、これね。大好きよ、もうぶっちゃさっきも言ってたけど、こうね、すごい、これがそう、これがね、本当に僕お気に入りね。ちょっと2品目でございますよ、うん、ね、2品目で、はい、はい、2品目はゴロッとザンギでございます。ゴロッとザンギ、本当にゴロッとしてる感じでね。あのね、大きさ見てほしいんです。1個ちょっと曲げますね、うん、見てこの大きさやばいでしょ。でかい、でかいよ、でかいですよ、これ。なこれの大きさのですね、比較をしたいんですけど、ちょっとね、あのカメラがちょっと遠いんで大きさわかんないと思いますけど、こんなにでかいんですよ、うん、ね、何で比べたらいいかなと思いますけど、うん、僕タバコ吸うんで、タバコでちょっと比較を、はい、見てこのこれ、あね、うん、ほぼケース、あのケースとほぼほぼこれ、ね、ちょっと、うん、ちょっとわかるかな、ケースからちょっとはみ出してるんですよねぐらい、かなりでかいですね。もう男子はもうこういうのが大好きでしょ。大好きでしょ、本当に。僕は大好きでございます。はい、ということで、はい、はい、このゴロッとした大きいザンギをちょっと食べていこうと思いますよ。思いますね。はい、じゃあまずはトムさんから。あ、私からいただきます、はい、よいしょ。このゴロッと感がね、ほんとたまんないんですよね。ねえ、ちょっと俺ちょっとレモンかけていいですか。はい、どうぞどうぞどうぞ。これね、あのレモンをかけるのとかけないと全然ちょっとこれね、うん、味が違ったりするんで、うん、はい、ではでは、いただきたいと思います。おーい、いただきます。さあ、あ、いい音してますね、うん、どうですか、どうですか。サクサク&ジューシーで、いや、いいですよね。まさにサク&ジューシーでね。いやー、ほんとにおいしい。ね、うん、とろけるような感じの味ですね。うん、うん、うん、食べやすい、うん、いいですね、うん、いや、いい音、横で聞いててもね、すごいいいね、衣の音がするんですよ、うん、本当に。じゃあ僕もちょっと食べようかな、はい、いいですか、うん、いいですか。
じゃあさっき持ち上げたこのでっかい、でっかいやつをちょっといただきますよ。はい、僕はレモンの味で食べますから、本当に。いただきまーす。絶対一口でいけないからね。うん、うまーい。そのブーチャーを持ってしてもこう一口でいけないっていう。うん、3口ぐらいないと多分もう食い切れないぐらい。そうね、大きいからね、ボロっとしててね、でね、この一口で、あ、食べてるっていう感じがするぐらいのこのジューシーさ加減と大きさと衣のこのサクサク感が素敵でございますよ。サクッと揚がってる感じがね、また美味しいんですよ。うん、これね、でもね、思った以上に多分お酒とかここいっぱい置いてあるんで、お酒と一緒にこれをつまむ。これね、一皿あると、だいたい2人から女の子とかだったら3人の前とか、ぐらいで食べれるんじゃないかなってぐらいの。そうですね。これ本当にお店で出してる、あの、これをゴロッとザンギを頼んだらこれぐらいの量ちゃうんで、それも含め、やっぱりこれぐらいの量があるんで。そうですね。まあなんかこう洋酒とかにも合うような感じの味ですね。そうですね。カクテルとかとも合うと思うんで、ぜひお試しください。はい。さあ、ということで、お店の紹介もしていただいたところで、僕たちの恒例、お店紹介をしたところでは、ゲームをさせていただいているので、ゲーム、こちらのゲームを発表してもらおうと思っております。はい、よろしいでしょうか。はい、ではゲーム内容を教えてください。はい、それではですね、うちのあのちょっとお塩お尻な、寿司なんですけども、ローストビーフ寿司のロシアン寿司。わー、推しな寿司ってことは推し寿司ってことで言うと実はこれ5缶っていうか5個あるんですよ。はい、で1つ余ってしまうんですよ。なんでもう1人ちょっと呼びたいな。ああ、なるほど。誰がいるんですか。今ですね、はい、まああの今2人なんですけど、はい、本当はもう1人あるんですね。いるんですか。スタッフで、そうですね、今3人で頑張っていこうっていうもう1人いるんで、その方を紹介したいなと思います。あ、はい、じゃあ、えみちゃんお願いします。はい、じゃあ紹介お願いします。はい、はい、こちらのトータルコンサルをさせていただいております、味方えみと言います。さあ、ということで、この5人のメンバーでロシアンローストビーフ寿司をやるってことでいいんですね。ちょっと豪華な、そうですね、豪華な、僕らにとっては豪華な豪華なゲームになってますけど、そうです、大丈夫ですか。はい、後でお値段の方はいただきます。ありがとうございます。イエーイ。さあ後でちょっとはい、じゃあゲームの方に行きたいと思います。よろしいでしょうか。はい、いきます。これが、さっき言ってたゲームの内容、ロシアンローストビーフ寿司。佐藤茂商店の山わさびも、山わさびも、こちらについております。美味しいですよ。はい、あのさっきちょっと舐めさせてもらいましたけど、マジでうまかったっす。いやいいな、はい、これでもあれですよ、料理長答え知ってるってことですよね。そうですね、そうですね、料理長知ってるんで、はい、最後ですね、提案していいですか。はい、5人でじゃんけんしましょう。はい、じゃんけんして、まあまあ料理長がじゃんけんで一番に抜けたら、まあ分かってると思うんで、どこに入ってるか分かってると思うんで、そうですね、まあ、どれを選ぶかなっていうところがちょっと、まあそこを含めちょっとやっていこうかなと思いますよ。勝たない方がいいやつですか。逆に。さあ、これで OK でしょうか。じゃんけんしていきましょうか。はい、じゃあゲームスタート。最初はグー、じゃんけん勝負。おっと、おー、そこか。じゃあ勝ちか、ちょっととりあえずじゃんけんしましょうか。最初はグー、じゃんけんほん。3番目、マジか。最初はグー、じゃんけんほん。1個でほん、勝った。最初はグッジャンキショッ。最初はグッジャンキホッ。最初はグッジャンキホッ。4番よっしゃー。ちょっと
美味しい。では行きましょうか。はい、では行きましょうか。じゃあ一斉に行きましょう。じゃあこれかけちゃいましょうか。あ、そうか、はい、かけちゃっていいですか。はい、大丈夫です。あーもうね、あー素敵、その卵素敵。山わさびもとろとろ、美味しそう、美味しそう。箸で取った方がいいのかな。で、りょうじょう、どれにわさびが入ってるんですか。それは言えないですか。それは言えます。これが、例えば、他の3人が外れを、外れっていうか、まあ、当たらないのを引いて、で、あと2人が残った時にどうなるかですね。じゃあ、ちょっと一番目に僕取らせていただきます。はい、このお皿に乗せてきますよ。ですね、僕はですね、料理長取って差し上げれば、あ、そう、いいですか。料理長がいいの取ってあげればね。じゃあ僕、手前から2つ目、はい、そうですね、わかります。ちょっとずらしますね。はい、ずらしてからの、ずらした時に、これ分からない、大丈夫、大丈夫、ほんと、この中の一つに致死量のわさびが、もうこれ致死量のわさび、こちらですよ。はい、ありがとうございます。玉様、あと、じゃあ俺、これで、はい、はい、取って、はい、さあ、どれだろう。はい、エミ君、あ、俺か。俺ね、じゃあこっちで、はい、それ、どういう意味なんだろう。俺こっちねって。これ、わさびめっちゃ入ってるんですよね。あの、致死量です。タマさん、もうちょっとこっち。はい、はい、はい、それが入って、はい、じゃあ行きますよ。3、2、1、いただきます。いただきます。うん、美味しいですね。美味しい、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 いや、めっちゃ美味しい、これ。いや、卵いい、あ、これ卵いいですね。美味しい、ちょっとアクセントに生わせる時ですね。一人食べた、店長死んじゃう。あれ、適量でね。あれ、どうしたんですか。いや、美味しいですよね。いや、美味しい、いや、美味しい、いや、美味しいわ。もうね、軽く目がね、ちょっとね、めちゃくちゃ見てるんですよ。はい、最高に美味しかったです。めっちゃ目覚めたんです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、美味しい、美味しいしね、やっぱね、このね、山わさびがね、素敵でございます、本当に。アクセントでちょっといいですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうしたんですか。今日はもう本当美味しくて、ちょっと涙が出てきました。最高です。美味しいね。いや、美味しい。いや、美味しいですね。最後に2つ残った時、俺どうしようかなって時、でも店長に花持たせないと。やっぱ花ね、ここはね、やっぱあそこで迷ったのはやっぱそういうことですね。じゃあ、やっぱり俺どっちって言える。わけがない。あー、目覚めた。ていうことは、もう3人目まではまだ残ってた。そうですね。いや、すごいなと思う。すごいなぁ、なってますね。もう、素敵でした。美味しくいただきました。ごちそうさまです。ということで、ごちそうさまでした。これもう罰ゲーム必要ないですね。これでいいですね。大丈夫ですね。打ち合わせしたかのごとく面白かったので。はい、ということで、罰ゲームはこのまんまね、わさびを食べて、いただいた店長に当たったということで、はい、はい、ゲーム終了でございます。美味しくいただきました。あと、あれ質問、なんか動画見て来てくれた人に特典とかつけれたりとかしますか。動画見ていただいたお客様には、はい、なんと、はい、じゃじゃん、でれん、料理長が発表します。はい、おっとそうですね、これを出していいものかとずっと考えてたんですけれども。何でしょう。それはですね、エミさん発表お願いします。ついにですよ。ご飯ぶるまいしますか。じゃあ、やった。何でしょう。新年明けたので、はい、いっちゃってください。飲み放題。おっ、じゃじゃん、1時間、はい、ありがとうの気持ちを込めて。はい、お、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか。一旦落ち着いていいですよ。390円でイエーイ、イエーイ、飲み放題390円。ビールは、ビールは、本当にビールは、ビール込みで、ビール込み、本当にいいですか。ありがとう、ありがとう。わかんない、やりましょう。ごめんなさい、社長、ごめんなさい。ビール込み、飲み放題、はい、1時間、はい、390円で。イエーイ。
ね、これ本当にいいんですか、はい、これ本当にただしお通し2980円くらい。いやいやないよ、ないよ。フード何品とかはないですか。フード一品だけ頼んでいただけるといいですね。なんか、まあそこはちょっと、ね、はい、フード一品頼んでもらって、で、何かキーワードを言ってもらったら多分、うん、あれですよね。そうですね。じゃあドルドルなんで、ドルドル TV で、はい、いいですか、はい、じゃあ、はい、来ていただいた方には、はい、ドルドル TV と、はい、一番最初に入ってきて、はい、あの店員さんにドルドル TV 見てきましたと言っていただければ、はい、飲み放題1時間なんと390円。いや、サンキューセット。いや、本当にサンキューでございます。本当にサンキューです。いや、ありがとうございました。まあ、まあ、あのお一人様はね、あのフード一品は間違いなく頼んでいただければ、はい、ありがとうございます。はい、ぜひお願いします。はい、ここに来て食べないことはまずないと思うんですけど。そうですね、はい、ね、本当美味しいと思うんで。本当に美味しいんで、はい、はい、2品と言われてね、2品、3品食べていただいて、うん、はい、で、飲み放題ね、安く飲んでいただいて、もうね、2時間でも3時間も炎上していただいて。そうですね、はい、あの、ドリンクがね、なかなかね、なかなかいいドリンクいっぱい入ってるんで。いや、そうですね、美味しそうなの多いんでね。はい、ビールもあの、札幌クラシックなんで。あー、やっぱいいですね、札幌といえば、クラシックですね。そうですね、はい、はい、はい、ジントニックとかもなんかちょっといろんな種類があったりとかね、はい、もうするので、そうです、はい、世界のジントニックって言って、はい、ちょっと、まあ、それもインスタ映えする、はい、ちょっと他では飲めないジントニックになってますので、いや、もうぜひ、ね、はい、はいはい、お願いします、はいはい、はい、ということで今日のご紹介はタベスタグリルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。